ニューストピックスです北陸の繊維企業でコロナ禍のアパレル不振を受けてカーシートやカーテンといった非医療まあ医療以外の分野を強化する動きが加速しています外出自粛や百貨店の休業などを背景にファッション向けは苦戦を強いられましたが非医療の分野は落ち込みが少ないためです 各企業は、産業資材の新規事業に乗り出したり、インテリア製品の見本市に出店したりして。市場開拓を急いでいます。今回は、この話題について、経済部の広田記者に聞きます。広田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カーシートやカーテンなど、医療以外の分野が、コロナ禍での落ち込みが少なかった。 これはどうしてなんでしょうか。はい。ファッションと異なり、流行に左右されにくく、在庫を大量に抱えるリスクが少ない点が挙げられます。はい、また、清掃用具や農業資材、車向けなど用途が多岐にわたり、安定受注によって収益を確保しやすいとのことです。なるほど。では石川県内ではどういった動きがあるんでしょうか。 はいえー、中能登町の丸い織物はもともとエアバッグや梱包資材向けの素材を手掛けていますがこうした医療以外の分野を強化する計画です。はい、炭素繊維織物の生産を拡大するほか新たな産業資材の事業に着手するということでした。なるほど 医療と医療以外の構成比率が変化していきそうです、ね、そううでですすねね金沢市の倉庫精錬がその例で現状はカーテンやカバン介護用シーツ向けなどの資材事業が約2割となっていますが2023年度に4割に引き上げることを目指しています。はい ファッション向けの素材は大量廃棄が世界的にも問題視されており。環境配慮の観点でも資材分野に力を入れたいとのことでした。なるほど。まあ、北陸は日本有数の繊維産地ということで。はい、まあ、産地が継続的に発展し。 いくための手段とも言えそうですよね,そうですねえもともと安定受注が見込める医療以外の分野を強化する動きはあったのですが新型コロナによってその意識がさらに強まったということです、うん、これからの取り組みのこう大きな柱になっていくそうですね、はい、え金沢市の繊維リソース石川は3月に都内で開かれる店舗内装の総合見本市に初めて出店します。 担当者は繊維業界にどんな可能性があるのかを探り、他の繊維企業の商談機会の創出につなげたいと話していました。なるほど。いろんないいマッチングがあるといいですよね。はい、未来を見据えて。はいはい、今回はこの話題について経済部の広田さんに聞きました。広田さんありがとうございました。ありがとうございました。